この先、備考料金所です。今年初の中禅寺湖に向かっています。まあ、急遽来たんで準備がそんなできてないんですけども、まあなんとかなると思いますが、あとは釣れるかどうかだけですね。ここ数日のなんか情報軽くしか聞いてませんけども、まあ釣れてるところと釣れてないところと、なんか差が出てるみたいで、まあそこを引っ張った人が釣れてたり、中層でも釣れてたり、なんかよくわかんないような状態っていう感じですね。あんまり詳しく聞いちゃうと結構そっちでなんか束縛されちゃうって言いますか、なんか偏った来ちゃうんで、そんなに情報を僕は得ないんで来ました。でまあ今日ですね、とりあえずですね、今年はワカサギが、まあ、お気に入りみたいなんで、マラブで攻めて、でまあゆすりが出てくるとなんかまあ、それチックの牛チックなぐらいが当たるということなので、まあ、それやってみたり、まあ、とりあえずラインがポイントによっても違うと思うんですが、タイプ3、タイプ4あたりをかな、メインかなという感じがしますね。で手前の、まあ、これブレイク狙いだったらタイプ1とかでもいいと思うんですけども、まあ、とりあえず、やりながら探りたいと思います。混んでるところは多分魚が釣れてる場所なので、まあ、ちょっと隙間でやるのもいいかなって思ってます。多分魚はどこにでもいると思うんですけども、あとは狙えるかどうかだと思うんですね。今年はかなり減衰していて、まあ、狙える場所が急にドンブカだったりすると、タイプ6で4分待ってもそこ取れないとかね、そういう場所もあるらしくて、まあ、それはやっぱりの感じらしいんですけども、まあ、そういうところを避けて釣れるそうな、まあ、ラインでね、まあ、そのタイプ3とかタイプ4で釣れそうな場所を選んでやりたいと思います。まあ、今日は国道側メインやりたいですけども、もしかしたら風の影響でちょっと山側なんか見てみようかなっていう来ています。タックルはですね、今開発中の J ディスタンスのグラフェンモデルですね。それの、まあ、前回ちょっと使ってきて、まあ、2種類あるんですけども、その2種類を使いたいと思います。何番で行くんですか？今日は8番オンリーで行きますね。オンリー、はい。ランニングラインは？ランニングラインはエアシューターのもうすぐ発売されるクリアオリーブ24ポンドですね。それとあとは中空ですね、来年発売予定の中空のエアシューター、これ28ポンドです。これの2つを使いたいと思います。続いて2番さんの入り口です。久しぶりだな、広畑。少な、大尻がこんなに出ちゃってる。人も少な。いやー、丸山バス停水少な。人も少ないけど人少ないね。今は6時半です。ガラガラです。今ポンプで、ポンプで2人、トッタ入ってる1人、12番うわ、あ入ってるね。というか12番手前で入ってるな、トッタ入ってねえな。あ12番トッタ、あ座ってる。だるまはいるね。
だるま一人いるけどだるまじゃないよこれ。あ、ここだるまいた。取ったん一人。こんなねんだ水。だるまの右側に一人。あ、この辺なんかちょろちょろ釣れてんないかね。どんつまりは一人、二人。雑貨なんか誰も、あ、雑貨入ってんね。あ、この辺多いっすね。フライの人がいっぱいいる、この辺は。で、雑貨のカードに一人しかいない。シューターノーマルの28本目ですね。でドラマにブラウンもいっぱいいるけどね。ああドン当たりかと思ったら手がかりだな。なんだ、来た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 当たりだったんだ。ドラマ魚来たんだ。飛び方がブランっぽいけどね。飛び方が違う、うん、首振ってっから来ました。ドラマ魚、ドラマ魚来た。55あんじゃね。あるある、うん、いいね先生。こっちだけでよかったね、うん、こっちだけでよかったね。グッズの方にグッズの電話。あーそうだね、うん、幸せを呼ぶ、呼ぶコールで。さすが先生。いや、赤いもん。赤いブラウンいるんじゃないの？いねえよ。危ないね。あ、何を釣れじゃん先生、何言ってんだよ。先生何言ってんの。ブラウンじゃんかよ。よかったブラウンで。
く出ましたね。ドラマが出ましたね。いいブランドですね。ドラマが出ましたね。いや、ドラマが出ましたね。やりました。やりました。恋グリーン。ガッツリ買った。やった。ボディは？ボディは指甲だけ。捕まってるよ。テロリン。バッチ、やっぱ一発の当たりだったんだね。当たりだったね、うん。さよなら。おお、リビング。よしよし。イエイ。やったー。よし。イエーイ。今何秒進めたの？覚えてないか。今15秒。ずっと15秒。1.5 タイプ？1.5で15秒。いいっすね。次のポイントですね。